そろそろキャンプシーズン本格的な到来ということで、プチトマトとシラスのアヒージョ。アヒージョ、普段全部一緒に入れちゃって火にかけて、まあ美味しいんですけどね、シラスの端っこの方がパリッと仕掛ける感じ。そしたらニンニク、ニンニクはだんだん色づいてチップになってきそうなタイミングでトマト。美味しく食べるタイミングを測ったらもっと美味しくなる。もうジャコの味も効いてるし、ニンニクチップしっかりとニンニクで塩味もあって、でトマトの水分がはじけてグッとこう全部巻いていく感じですね。皆さんこんにちは、今日のごちそうさまチャンネルは、そろそろキャンプシーズン本格的な到来ということで、アヒージョを、お伝えしたいと思います。プチトマトとシラスのアヒージョ。アヒージョってもうものすごく簡単な料理だと皆さん思ってると思うんですけど、意外に実は奥が深くてですね、美味しく食べるタイミングを測ったらもっと美味しくなるというようなレシピを今日はお伝えしていきたいと思います。じゃあ材料ですね、今日はプチトマト、シラス、ニンニク、もう材料これだけです。オリーブオイル、お塩、あとバケットですね。まあ、バケットはキャンプ場出したら食パンでもいいし、なんかつけてちょっと油吸わせて食べるようなものがあればそういうものでもいいかなって気がするんですけどね。アヒージョ、普段全部一緒に入れちゃって火にかけて、まあ美味しいんですけどね、美味しいんですけど、やっぱり入れてる具材とオイルが一体感を持った、そのオイル自体がソースみたいになるわけですよ。だそれをパンに沿って食べるのが美味しいのが僕はアヒージョだと思ってるので、ちょっと手順をね、丁寧に、工程が単純なだけにお伝えしていきたいと思いますけどね。まずですね、オリーブオイル、こんな小さいスキレットに入れます。ここにシラス、割と今日はちょっと多めね、火かけます。中火ぐらいでじっくりいきましょうかね。オイルの中にちゃんとこのシラスの旨味だったり成分みたいなものがちゃんと溶け出すっていうのが重要ですね。で、ニンニクスライス、最初からやっぱりみんなニンニク入れちゃうんですけど、やっぱりニンニクもカリカリした状態で一緒に食べるとより美味しいじゃないですか。この要は今シラス入れて、オイルで煮ててますけど、このシラスから旨味が出る前にニンニクがいっちゃうわけですよ。だってこれもタイミングを測る。で、プチトマト、ヘタを外すだけ。プチトマトは非常に使う場合はもうトマトソースなんですね。今煮崩れした、オイルで煮崩れしたトマト、プチトマトがすく熱々の状態で口の中に頬張るともう口の中で一体感出るわけですよ。そのオリーブオイルとプチトマトの柔らかいクシャッというトマト汁がですね、それが美味しいんですね。でちょっとこうシラスの端っこの方がちょっと色づいてきてパリッと仕掛ける感じ。そしたらニンニクで、強火すぎない方がいいですね。一回ここまで油の温度が上がったら中弱火ぐらいでいきます。でバケット切っときますね。バケットはですね、まあ、生でもいいし、生の方が当然ね、そのオイル染み込みがいいじゃないですか。ギューッと押してオイル吸わせて食べる感じで、焼いても美味しいですね。簡単そうで案外奥深いかもしれないですね。食べるタイミングも大事かな。マッシュルームとかだとすると火が一回入ってそこから水分抜けていくんですよ、マッシュルームって。だから小さくなるじゃないですか、火かけ続けると。で一番その油でこっからコーティングされて火が入って一番膨張してる時に食べるのが美味しいんですよ。その膨張してるっていうのは外の、自分の水分を外に出そうとするギリギリのタイミング。その食べるのも大事、食べるタイミング。シラスはちょっとカリカリしてきて、ニンニクはだんだん色づいてチップになってきそうなタイミングで、今度はトマト、もっと入れてもいいけどね。で油で絡めつつ、まず皮が当然割れますよ、こうやってね。皮割れて、ここからですよ。これだんだん柔らかくなってきます。だんだん柔らかくなって、わかりますよね。だんだん柔らかくなってるっていう感じ。この感じ。うん。今トマトが、あと真ん中のところがちょっと硬いぐらい。あと余熱でいきます。そしたらお塩。でさっと混ぜてもう火止める。終わり。でバケット並べてですね、まあ、ハーブとか今回使わないので、もうニンニクの香りとこのカリカリのシラス、
を熱々のトマトと一緒に頬張って食べる感じですかね。全体この黄色いのが正解です。はい、完成です。じゃあ追記にいただきたいと思います。まずトマトでしょ、絶対トマトで、お好みの量を、まあ、だから揚げじゃこっぽくなったんですもんね。でニンニクチップ乗せて、だから本当はキャンプ場で食べるんだったらこうパンをしつけてね食べちゃっていいんですけど、いただきます。まずジャコの部分ね、音聞こえます？ザクザク感ね。でトマトはね熱いんですよ、これ。うん、すごい口の中がね複雑な味のトマトソースみたいな感じ。ジャコの味も効いてるし、まあ、ニンニクチップしっかりとニンニクで塩味もあって、でトマトの水分が弾けてグッとこう全部巻いていく感じですね。いや非常に美味しいですね。飽きが来ない人、こういう風になんかアクセントが強いと、まあ、代表的なアヒージョの食材といえばエビと、マッシュルームとかそんな感じだと思うんですけど、まあ、なんか飽きちゃうんですよね、ずっと食べ続けられないっていうか。こういうふうになんかインパクトがあるとね、みんなでちょっとずつつまみながらまたちょっと戻ってみたいな。ただ残念ながら、足すことができます、このアヒージョ。通常のアヒージョだとそこにねさらにオイル出して具材足してやったりする方もいらっしゃると思うんですけど、これ残念ながら一発勝負アヒージョですね。一発勝負アヒージョっていう名前に今変えました。ぜひやってみてください。ごちそうさまでした。